はい、ということで、今回は、このサザンドラ、私が小学校の頃に作り上げたサザンドラなんですけども、見てください、この努力値ぶり、小学生の努力値ぶりです。この時ね、対戦をまだ始めたばかりで、さっきね、技構成をパクってきまして、だから対戦がね、できるようになったマークがついているんですけども、当時作ったそのまんまで、今回はですね、小学生が作ったサザンドラでバトルがちゃんとできるのかっていうのをやっていきたいと思います。なんと持ち物はその当時、なぜかこいつだけね、持ち物を持たせない想定だったので、それで、泥棒でおそらく相手の持ち物をパクって、それで戦うというね、ことを想定したサザンドラだと思うので、今回はこちらのサザンドラと、ザシアンをね、まだ剣が手に入っていませんので、今回はこだわりハチマキを使いまして、攻撃力2倍のザシアンを使って対戦していきたいと思います。ということで対戦いきましょう。はい、ということで対戦相手が決まりました。おそらく相手は、あ、これ相手も見えないんだっけ？これどうすんだっけ？対戦相手確認。あ、これ相手持ってるか見えないんだ。なんか当時は、アイテム持ってるか見れた気がするんで、それでね、サザンドラを、が持ち物持ってないんで、あ、こいつ絶対選択ミスってんじゃんみたいな、タビパやんみたいなことを相手に思わせるために、持ち物なしサザンドラを使っていたような気がしますね。だんだんと当時のことを思い出してくる、そんなね、対決ですね。あれ？鉄火具がきつくね。やばい。鉄火具がきつくね。じゃあ、動画的にですね、サザンドラとザシアンを入れないっていうことはちょっとできないんですよ。なんか相手もガチパだしさ、やめてほしいよね、本当に。そしてね、とてもファンの音がうるさいということで。あー、鉄火具やね。なんかね、鉄火具や絶対殺せない感じしたんで。いやー、だるいな、鉄火具や。どうしよっかな。じゃあ、アイテム盗みたいな。さあ、アイテムを盗みたいので、サザンドラでアイテムを盗んでいきましょうかね。はいはいはい。展開が優しい展開なので、とても助かります。ちゃんとアイテムを盗めそうですね。ということで、一回、泥棒でアイテムを盗んでいきましょうか。あー、守るしてくるんだね。なるほど。いや、いいんですよ、このサザンドラは死んでも。小学生が考えたサザンドラがね、どこまで対戦で使えるのかっていうのを今回見たいんだね。さあ、どうだ？ああ、引っ込めて。あ、メタモンね。はいはいはい。小学生型サザンドラにびっくりするだろう。はい、こだわりスカーフ奪い取って、しかもね、個体値が基礎適当なんで、これどうしようかな、落とせる気がしないんだよね。だから
そうだな。まあ、いっか、泥棒されても。竜の波動で、少しでも削ろうかな。うわー、お、強い。ああ、竜の波動ね。落ちるね。今の感じだとね。まあ、いいんじゃないでしょうかね。相手から、スカーフをもぎ取って、いけましたので。しかも相手がコピーしたのはね、僕のね、小学生に育て、ん?小学生の頃に育てたね、サザンドラなので、素早さがクソ適当なんだよね。マジ、強さを見よう。ほら見て。142。最速でもない。もうマジで意味わからん。とりあえず、でっかぐやが、だるいんですが、かぐやでしょ、どうせ。なあ。そうなんだよね。しかもダイマックスないから、この対戦負けたんじゃねえかな。せっかくや、倒せねえよ、これ。バトルのね、アドバイスがあったら、コメント欄にお書きください。お願いします。対戦とても弱いので。これは、まあ、変えるしかないので。さあ、剣持ってないザシオン。これでね、ハチマキと不動の剣合わせて攻撃力2倍。ザシアンなので。ファグヤーがどんどん回復していますが、攻撃力2倍はさすがに厳しいでしょ。しかもタイプ1がね、ないんだよね。これ。聖なる剣でいこうかな。守るね。聖なる剣。これワンパンしてくれたら本当に、ザシアンすごいと思うんだよね。攻撃力2倍だ。殺せ。死ね。ああ。まあ、意外といくな。ああ、これワンパンかな。ああ、ワンパンか。かぐや対策しないとやばいなぁ。本当に鉄かぐややべえわ。俺のパーティー全然対策しなかったから。もうちょっと勉強しないといけないですね。ポケモン対戦。これさすがに、守るを合わせられたら、何も攻撃はできないので、負けですね。ありがとうございました。ということでね、今回は僕が小学校の頃に作ったサザンドラで遊んでいきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、このね、サザンドラのコンセプトとしては、昔は相手の持ち物がね、バトル前見れたので、持ってるかを。まあ内容は見れないですよ。内容は見れないけど、持ち物は見れたので、なんでこいつは持ち物を持っていないんだと。ハビパなんじゃねっていう風に相手に思わせて油断させるという名目で作ったポケモンでした。こんな感じでね、種族値もクソなんですが、個体値も。
今後はね、このサザンドラさんを今の知識をね、使って、使い物になるレベルまでね、育て上げてから、今後ね、対戦でもう一回くらい動画を撮っていきたいと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。